エスパルタムのケイスケとエロラーとおじょはーい。さあ、ということで本日はこちら、ただいまコストコにメンバー全員で行ってきてお買い物してきました。今日はエスポが一押しするコストコの商品を商品紹介してみたー。嘘やな、なわけあるか。嘘やな。嘘ってなんだ。俺がなんか平和な企画発表した時にその疑う顔すんのやめて。これは絶対嘘。いやないね。じゃあ本当に行っちゃいますよこのまま。せいで本物に商品紹介。ねえないねえ。マジじゃあそれ以外のこれマジでこれ、まあ、前から言ってるけど仲間付き合うみんなが大好きで、うん、ちょっと見たらコストコで買いたくなっちゃう病。それは分かるです、分かる。でまあ、 あの夏も終わったし8月も終わったしもうそろそろ買い出し行こうかなって感じで、まあ、全員でコストコに買い出し行ってきたんですけど、まあ、僕らも結構コストコ行ってきたじゃないですか。自分の買う商品で決まってきてるやん。何ちょっと本当に信用ないでお前。えここだから今日はほんまにみんなに自分が買ったやつを商品紹介とかおすすめポイントとか言いつつトークしつつみたいな。あそうほんまやプラスでほらないやマジで商品紹介ほんま、ほんまだ。自分のおすすめはほんま、ほんまね。でも欲しいもん買ったしょ今日。買った買った。まあ、今日はその俺らのおすすめコストコみんなが行った時にどういうのがあるよみたいな紹介できたらと思ってるんですけど、うん、今回はそれプラスで買った商品かぶったら裏方に没収されます。ほらまあまあ全然そのいいいいよかったよかった。何いいいやよかったよよかったどういうやつやろ。なんか俺はなんか食わなきゃいけないと思って。ああまあまあ一番しんどいやつね。ない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 。よかったでほんまにちょっと待ってください。募集っていうのは裏方がもらえるんですか。もらえます。いやでもお前レモンしたからヒカルと通るやん。あげるもん。取らせもだからちょっとね1人10個ぐらい買ったんですけど、まあ、紹介しつつどういうとこがいいとか紹介しつつ本当にかぶってれば募集されるんで、かぶってる商品があったらその場で挙手みたいな。はいみたいな。あそうそうそう、かぶったら即没収の商品紹介です。うわーこれちょっとおもろいな。これでも地味に嫌やわな。あそこって大容量じゃん。ふざけんなよ。まあまあ大丈夫やろということで早速かぶったら即没収コストコショッピングやるよ。あじゃあもう企画コマーシャル一発目僕から言っていいですか。はい。じゃあまず僕が、買った商品こちら、わーダウニーの洗剤ビーズですね。あーやー、ええなこれ。柔軟剤プラスにするやつ。俺正直これ買おうか迷ってた。俺も迷ってた。うん、これなんで買ったかっていうと、これは俺のオススメ商品っていうよりはあやちゃんと JP が紹介してて、あー見た見た、めっちゃいい匂いって。なんか TikTok がなんかで回ってきた。あ、そうな、何かを組み合わせた。あ、マジで。あーそうで、結構ダウニービーズ組み合わせてる人おんねんな。ダウニーって匂い残るからいいよ。いいよね。そうそう、だからやっぱこのビーズ入れることによってマジ匂い変わるらしい。ダウニープラスでこれを入れればでけえな、やっぱな。めっちゃでかい。ということで僕が一発目に買ったのもダウニーの洗剤なんですけど、かぶった人いますか。せーの、よっしゃ、成功。ダウニーゲット。なるほどね。え、でもこれケイスケ企画してても被らせないように買ってきてる。あ、マジ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 、それはちゃんとか、ちゃんと欲しいも買ってきてる。はいはいはい。全員バラバラやもん。ちょっとバラバラ。これはもう見た瞬間に買おうって決めました、うん、だってあやちゃんがおすすめしてねえんで。まあね、間違いないやん。間違いない。あやが言うものは間違いねえから。間違いないね。うわ、俺思い出してた、ヒロトとあれ欲しくねみたいな話した商品があったんや。うわ買ってるかどうかやなお前ら。うわちょっと、うわ嫌やな。じゃあ続いて、なんか言ってもらっていいっすよ。じゃあ俺行くね。はい。僕が買ったのは、僕が最近毎朝食べてます、カモンバナナ。おーバナナ、これはもう朝飯。最近体気使ってるから初めてじゃない、うん、そうで、あとプロテインにも俺入れてんねん。なるほどね。ということで僕のバナナかぶった人いまーすか。せーの、はい、おー最悪バナナ。お前さ、お前がバナナ買うな。俺が買うだろ。バナナでかぶるか。ほんまに買ってるやん。最悪だー。まったく一緒やん。俺最近さ、俺と二人でテンプレのなんか朝食みたいなのがあった。それに入れようと思ってたのに。ちなみに俺がバナナ、朝バナナ食べる理由知ってる？知らない。朝バナナ食ったらむくみ全部取れんねんで。そうだね。でもお前なんか痩せたよ。ありがとう。顔、うん、あちょっと出れてる。普通にありがとうね。普通にありがとう。痩せ細った。いやでもやっぱほんと今日朝言ったけど胸筋もめっちゃついてる。そんな出始めた？もう早ないちょっと、うん、筋肉痛やったんか。ありがとう。じゃあこれ没収で。あざけんなー。
楽しみにしてたのに俺番が。じゃあそんな没収されたヒロト、はい、行ってみますか。行きます。ではそんな被ったヒロトが買った商品、はい、1商品目は何ですか。僕が買ったのはこちら。ダーン、出たー。俺が無限食いできるミックスベジタブルの海外バージョン。これ大好きやね。俺に唯一勝てるんだって。余裕で勝てる。ちなみにいいですか。はい、僕あの最近、うん、赤身のステーキにハマってまして、それに添えるんだよね。マジ、それに。俺ミックスベジタブルマジ好きでさ、こんな大容量のやつあったんだと思って楽しみにしてんだから。なるほどね、大容量ミックスベジタブル、うん、ヒロト大好き大好き。でこちら買った人はいますか。せーの、せーわ、今の裏方もいらんかったやろ。今いらん。それはヒロトだけだよ。よかったー、死守しました。じゃあそのままガチでも行きましょう。はーい、じゃあこれからいきます。はい、僕が買った一品目はこちらです。ドーン、シューミテクトー。これはやばいんだよ。ガチ頼む、ガチ頼む。これはライブでもいいんですよ。いや絶対おんねん。もうほんま一生シューミテクトやもんな。一生シューミテクト。俺結構幼少期の頃からシューミテクト使ってたけど、え、てかもうシューミテクトしかもう歯磨き粉あんま知らんかった。ガチシューミテクト。俺シューミテクトもう切らしてんな。てかもうもはや俺の親が名前つけるときにシューミテクト言いたいだけ。言いたいだけのシューミテクト。もういいねん。これ危ないと思うね、ほんま。いやマジで危ない、これマジで毎回。え、これ本当に取られたくない。え、しかもこれ高いし。高い、ほんまに高い。これ2600円ぐらいだから。そうだよね、するよね。ということでこのガチャもシューミテクト買った人はいますか。せーの、これでかい。俺最後の最後で戻した。うわ、ブラ。あと3つ家にあるわと思って、やっぱいらんわ。そうやね、家にいっぱいあるね、趣味テクト。やっぱあんま俺の趣味テクトは一番趣味テクトしてたわ。続いて、ワイカ。これちゃんといいポイントも紹介してって。いいポイント紹介しましょうか。そうそう。じゃあまずタイムリーな話でいきます。僕が買ってきたのはこちら。じゃあ、タタタ、ニンテンドースイッチ。売ってんの。コストコ売り切れてたよ。売ってんの。ニンテンドースイッチ売ってました。マリオカート付きで、それも勇気。イエル。入って一発目にあったよ、これ。え、コードあるねや。コストコ売り切れてた。サイズオンね。これ被ったら裏方めっちゃ嬉しい。いや、もういないから。いや、俺もちょうど勇気イエル欲しかった。これあれやんな。バナナボートで。いや、バナナボートで。そこにある。ちょっと出しちゃって、それ。もう水没してもう二度とつかなくなった勇気イエル。夏休みが一番再生数悪かったけど。最悪だよね、あれ。なんかこう塩吹いてない。うまい。ユーキールスイッチと被った人はいますか。せーの、これは被らんか。これ被ったら一番最悪やつ。いや、ほんまにマジで発狂してたわ。第2週参ります。初の試み、僕が買ったのはこちら、コシヒカリ24色パック。うわ、そんなの。それはいいわ。これ一緒。これはいいわ。全然知らんかった。見てんな、こいつ本当買い物うまいよな。うん、マジ見てるわ。ガチヤマ地獄の下手やからな。買い物がほんまに。最近米炊くのもいいねんけど、たまに夜中お腹減った時、うわ米炊くのめんどくせえ、だけどおかずだけあるみたいなことがめっちゃあんねん。だからそれ防止で買った。これあることによってな、ウーバーの回数が減るんよ。そうや、マジで減る。これであの納豆家に置いとけばいいだけよ。そうなんだよ。うん、ということで、このコシヒカリ24色パック被った方手を挙げてください。せーの、はい、はい、成功。よっしゃよっしゃ、いくで。ハンク、でもハンクもなんか結構個性的やからなんかあるんですよ。いきます。はい、じゃあ僕が買ったものはこいつだ。ドーン、味噌。個性的。これ買ったのには理由があって、健康 YouTuber みたいなやつがおんねん、うん、そいつがこれ紹介してて、コストコの味噌、めっちゃうまいし、めっちゃ体にいいらしい。工事やから、しかもでかいやろ。味噌汁めっちゃ作れんでもらって。これは被った人はいません。ということでこちらの麹味噌円熟、かぶった人は手を挙げてください。せーの、あ、そうよね、これは。ありがとう、ありがとう。これはそうよね。じゃあヒロト行きましょう。はい、ちょっと俺ヤバそうなの先行くわ。おう、こちら、蒸気でホットアイマスクメグリズム。お前声がもう不安すぎてブレブレやって。大容量バラエティパックね。これはコストコで有名ですからね。ちょっと最近なくなっちゃったから。いや、しかもエスポ最近消費量やぐいから。これそうなのよ、うん、頼むぞこれ。これほんまに YouTuber みんな使うんちゃう。ラベンダー、完熟ゆず、ローズの香り、3000キロドライブで使いますからね。あ、マジで頼む。ではこちらの蒸気でホットアイマスク27枚入り、かぶった方手を挙げてください。せーの、おー、セーフ。よかったー。うわー、これは良かったね。みんなないの家に。あ、ある。いや俺最近気づいてるけど、アレルギーやねん、蒸気ホットマイスク。はい、成功で。成功です。では2周目ガチヤマ。はい、僕が買ったのはこっちです。どうぞ。ダブー。あるあるね。こ
これはね、やっぱ助かるのよ、コストコ行くと。これ次のコストコまで結構減らないから。マジ俺一人暮らしやから半年以上持つからな、これ、うん、もっと持つから。あ、女と住んでること言ってないんや。あ、動画で誰がやる。カット、カットで。この大きさ多分コストコでしか見ないんだよね。3キロ。3キロってお前子供やで。ほんまに。そう、これは毎回買う。で、しかもピンクじゃありません。そうだよね。スーパーあるある、こういうの触ってまへん。ピンクが分からん。それお前よくあるけど。え、あるやろ。うん、あんの全然、もう触っていい。あ、触ってまうな、これ。いや、これ気持ちいいね、ほんまに。こちらの大容量ダブガチャの西鍋です。かぶった人は手を挙げてください。せーの、なんで変わんねんの。何でしょう、ペーク。では、島袋、西鍋。はい、続いて僕はこちら、歌舞伎揚げアソート。かぶってません、大丈夫です。はい、ありがとうございました。それはもう、もっちゃん世代やから。もっちゃんって世代が別やねん。じじい、歌舞伎揚げ、もっちゃん揚げはみんな大好きだろ。じじいしか買わん。はいはい、しけたやつが顔の中入ってんね。いないいないいない、俺は好きやから。俺は好きやから。さあ、では今のところ取り上げたバナナのみですね。じゃあ3周目いきたいと思います。3週目は、ここでしてきます。僕はこちらです。プルコギビー。これやばいね。俺がなぜこのバッグに入ってるか、冷蔵バッグにしてるか。あれ、ガチャヤマにお願いして、冷蔵バッグ買っといて。今日は白米炊いて、これを焼いて晩ご飯食べるって決めました。さすがにみんな一人で食えないみたいな思って買わんと思う。いや、ヒロトのとこ嫁さんいますからね。まあ、友達多いですからね。ウキヤスケも彼女と行くんだろ。だから、なんかその否定の仕方がまたガチ感。これはコストコ多分ランキング1位ですから。マジ美味しいからね、これ。マジ美味しい。焼くだけ、あと全部ついてる。バーベキューとかみんな買ってくる、うん、ということで定番プルコギビーフ、買った人は手を挙げてください。せーの。マジ、はい、マジ。マジピヨーなんだよ、びっくりした。お前だるはい。よし、じゃ続いて早く。これはもう、俺多分もうバナナ以外かぶらんと思う。あ、まずごめんやけど。いきます。はい。せーの。ドン！万能だし。うわっ！あ、うわ、俺これ買おうとしたわ。危な。いや、俺も。いや、俺もこれ買おうとしてん。え、めちゃめちゃ目に入った、これ。これだから、何でも使える。何でも使える。パックやから。うん、俺も最近な、だしにハマってて。そうやろ？うん。鍋のだしとか。そう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 。ほら、見て、焼きそば、野菜炒め、チャー。これ全部やるんです。そう。ということで、いきません。はい。はい、嘘です。いや、これ、嘘やろ？え？うっせぇ。マジかと思った。どうしよう、ほんまに。なんかちょっとずつ企画の趣旨が変わってきた。騙し合いになってきてる。次、ひろた。はい。意外と被らんの。被ってないね。これは被らんのちゃうかな。こちら、はちみつ。くまちゃんのね、ここは。くまちゃんの。そうだね、かわいいね。サーティンセットみたいな顔が。これなんで買ったかと言った最近。蜂蜜にハマってんやろ。言うな。いや、買ってたよ。3000キロとかで言ってたよ。あ、そっかそっか。しかも買ってたよ。そう、アマゾンでね、1個買ったんだけど、それが信じない。これガチで1個くれへん。ガチで欲しい。俺も。いや、2個はやだ。1個ならいいよ。やべ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 。なんかね、1回ちゃう。おごれ、おごれ、おごれ。なんてんねん。じゃあいいよ、2個ならいいよ。2個ならいい。1個は残したから。あの、コールちょうだい。はい、ところで。ところで。話は変わりますが、ね、こちらの蜂蜜、かぶってきた。え、セッション買うか迷いました。おーい、これこれ、これ一回迷った。え、じゃあ1個もらっちゃえばいい。そうやな、もらえ。おい、これね、ヨーグルトに乗せるのがいいんですよ。うまいよなー。おー、100%やな。マジでうまいね、体にいいし。おー、いい。1個は俺が食べたいんだよ。じゃあ、さあ、あげるあげる。あげる、そう、あげる。あげるって。あとじゃあタッパ持ってきて。こう、入れる。さっきんだよ。よし、では見事回避。よかった。続いてガチヤマ。はい、俺ヤマそうなのに行きます。はい、こちらです。ドーン、マックスだよー。もうこれは編集のお供として、俺は最近毎回買ってるね。なるほどね。これはマジで毎回買ってるし、ちょうどなくなってん家のやつが。まあいないでしょ、これは。これはもっちゃんやろ。もっちゃんがあるかどうかって感じ。そうね。おー、なるほどね。ということで、こちらのじゃがりこサラダ買った人はいますか。せーの、はい、買いました。ほんまや。おい、ふざけんなよ。しかもこいつがカートをしてるとき、もう入ってんの見えてた。いや、俺も見てて、あ、一緒なの買ってると思って。でもこんな企画するって知らんかったからさ。ということで、こちらは裏方にお預けです。やばー。
美味しくいただきます。美味しいよな。チョコリコンなんはいいよな。バナナも良さそうやな。ポールナーもこの地やから最高やで。ほんまや、確かに。じゃあ行きましょうか、次。続いて私はこちらです。ドン、タケノコの里。え、お前キノコ派じゃないんや。タケノコの里派です。なんと、あの島袋健康診断で糖尿病じゃなかったらしいです。あ、マジで。あ、結果見たんだ。セーフです。なんかギリギリみたいな感じらしいですけど。え、ギリギリです。予備軍にも入ってない。予備軍にも入ってない。あー、よかったね。でも尿酸値が高かったみたいで、尿酸値が高い、白血球が多い、中性コレステロール、高度肥満症、肝機能障害です。なんで肝臓どうしろってこと。え、痩せろってこと。準備も全部フルに無視してほんまにもう気付けなかった。だってスイッチやながらじゃがりこ食ってタケノコの里食おうとしてたよ。ああ、まあこれはまあ動画のことも考えてそれは買いました。あ、うん、紹介するだなと思うんだけど。ということで、こちらのタケノコの里かぶった方はいますか。せーの、ペケ。え、うせ、お前また被ってんのかよ。うそ、うせ。でもお前なんてことをしてくれてんねん。すごっ。うわー、お菓子2段構え。あれデブやん、お前ら。マジでこれ2セットやんな。じゃがりことタケノコの里デブの思考やん。でもこれ痩せろっちゅうことや。そうやな、多分健康診断行った神様が言ってるね。あ、だから歌舞伎だけ残されたんか。歌舞伎もされたんか。え、かぶんねや、これ。これめちゃめちゃいいよ。うん、俺んちのあのヒロトからまた使う冷蔵庫にぶち込んでるもん。53袋入ってるわ。そうや。すげえ。これがまたすぐなくなるね。うわ。なくなかねえよ。なんでお前にびっくりした顔してんの。俺が振り向いた時に。ということで、こちらタケノコの里、募集です。あはー、お前にりんちゃんかよ。おいしぐれや、しかも、まあ、デブじゃん。さあ、続いて、4週目ですね。行きましょう。では、4週目、僕が買ったのはこちら。前回も紹介しました、シミテクトの歯ブラシ。わお。これ、まあ、うちに泊まりに来る人多いんで。あ、お泊まり用の、はい、お泊まり用とか、俺月1で歯ブラシ買えるんで、うん、なので、まあ、趣味ってきっと、まあ、泊まり用、自分用ですね。これマジでいいから、趣味ってきっと知ってるね。マジで、硬いね、これ結構。あ、そう、あ、硬い系なの。肩に好きだった。だから肩に好き。僕が買った趣味ってきっと歯ブラシですが、かぶった方いますか。手を挙げてください、せーの。はい、関西でケイスケだけまだ1個もかぶってないな。でも狙ってない、ほんまに狙ってない。俺欲しいやつ買ってるもん。じゃいいですか、僕。はい、行くわ。もうかぶりそうでかぶらないです。せーの、ダーン。ネスカフェ、ネスカフェコーヒーセット。インスタントコーヒー。これ朝ね、バナナのコーヒーです。もうバナナないですから。バナナないですから。コーヒーにちょっと手を染めようかなっていうのは初めてで。ほら、ツモいるやんか。で、犬臭くなんねん。匂い消しね。匂い消しにも使える。コーヒー、そうそう、ツモと動画撮ろうと思ってたんだ。あ、いいよいいよ。自由自在。もう自由自在。どっくらいこうぜ。で、俺も犬になってさ、翌日一緒にツモと一緒に。あ、こちら取り捨てた。それそうしようか。こちらネスカフェ三つセットかぶった人はいますか。手を挙げてください。せーの、せーせー。あー、びっくりした。これなんだよ、もう一個。ヒロトとコーヒー買おうぜっていう話をした。あ、そうなんや。俺最近マジコーヒーめっちゃ飲んでる、毎日。あ、そうなんや。だからブラウニングになるで、気をつけよ。ストローで飲まない。お前色つきやすいから。でもそしたらもうすぐ行きゃいいんだよ、ホワイトニングに。続いてヒロト。はい、俺じゃあちょっとマジかぶらんで一個言っていい。はい、俺あれこうだっけな。せーの、ドン。何それ。お前ハロウィンのお菓子。ハッピーハロウィンって書いてる。ハッピーハロウィンボックス。ありえへん。すげえ、トリックアトリートであげるやつ。ほら、あの俺ここ1個ぐらいいるからさ。ああ、やったろ。完全アメリカの感じやん。おじちゃんやってんな。おじちゃんやってんだよ。ケスケも子供もそれ前いるもん。何にお前。どっちだったどっちだったっけ。何が何おい、ほんましわくじゃあヒロトのこのトリックアトリートお菓子かぶった人は手を挙げてください。せーの。まあ、さすがにな。さすがにこれおじの立ち回りすぎる。ちょっとこれ、これはマジおじ、おじ回りだった。おじ回りでした。じゃあ続いてガチヤマ。はい、いくで。トブロンコンボ。続いてはこちらです。ドン。なにそれ。ディフューザーです。これね、めちゃめちゃいい匂いだった。で、あの俺結構あのいろんなところに置いてるの、部屋の。キッチンのとこがなくなっちゃったから、キッチンのところに置く用で買った。ガチャマチいい匂いすんねんな。これなら確かに安かったです。あれ今日結構新アイテム出てくるな、ね、確かに。なんかこれ初めて見つけた。これはいないでしょ、さすがに。ということで、こちらのディフューザーかぶった方は手を挙げてください。せーの、せー。これはちょろいね。これはいけるか。見つけてもないんじゃない、これは。見つけてもない。じゃあ次、シマブクロ。よっしゃ、じゃあいきます。はい、今のところかぶったのがタケノコの里、じゃがりこ、バナナ、はいですね。食うもんばっかりなの。
はい、続いてこちらです。ダダーン、コクーン、海鮮揚げ線詰め合わせ。お前だけやね。大丈夫です。揚げ線お前だけやね。よっしゃー、マジで何お前すごいな、絶対被らんもんなそれは。さあでは第5週目いきましょう。僕が買った商品はこちら、石鹸セット。これ最近手洗いの時に俺ら水でしか洗ってないなってなって、これを洗面所とキッチンに置こうかなと思って。固形石鹸が一番いいんですよ。これでね、洗顔もできますからね。そうやね、石鹸は何でもできる、うん、どこでも洗える。しかもいい匂いやねんな石鹸。そうやねんな、うん、ということでこちらの顔石鹸セットかぶった方はいますか。せーの、はい、ナイスショッピング。ニューアイテムだからこれ。ってないね。意外と今回ニューアイテムもな、逆にちゃんと商品紹介になってる。うん、よし、じゃあハンガー行こう。これちょっと危険です。せーの、ズドン、ブロッコリー。いや、それはタンパク質豊富だね。俺もう今日、明日からもう弁当やから。あ、そうなんや。おお前意識高い系だね。え、胸肉買ってんの。さあ、ああ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 あ。ではこちらの大容量ブロッコリー買った方いますか。手を挙げてください。せーの、せー、お前こっち見んな。まあこれ筋トレの音もっすよね。そう、これはもうほんまに大事やから。では続いてひろと。怖いの行くわ。やるの、ある。こちら、おいこすわ、ストロベリー味、頼む、ほんとに頼む。これはえ、これ味が違くてもかぶりやんな。まあ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 そうやな。いやー、やめて。これ王道だな。まあコストコの超王道。まあまあ誰かが買うって感じは、これもそうやな、絶対カートに入ってんもんな、すれ違う人も。うん、ではこちらのおいこすかぶった方は手を挙げてください。せーの、え、ほんま。いや俺はまだ信じない、ガチ。うそー、おいー、やめねー、やめねー。じゃあ次ガチ山。はい、もう絶対かぶんないわ、もう聞くまでもない。せーの、せーで、ドン、ゴム手袋。何に使う？ M、 S、 M、 M、 こんなもん ギリの時に使わない。掃除やな。最後ギリギリまで回ってた。あぶねー。最後こいつの前まで行って一回カート入れて、うん、直した。え、こんなん被ることあんだ。いや俺これあの風呂掃除で下水道みたいなとこ手突っ込む時にゴム手袋毎回買いに行ってんだよ。めんどくさいからもうこれ置いとこうと思ってんけど、いや400万使うんだと思って戻した。うわこれ。じゃあこれシッシュですね。はい、よっしゃー。じゃあ続いて島袋。続いての人はこちらです。ドッカーン、ブラックサンダーミンバー。ちょっと待って、こいつエグい、マジで食い物の量マジで。やっぱマークスタニョン。これ被るとしたらヒロトちゃう。え、被るとしたら、うわ、ネズミスキャバーズ。シンプルディスった。ということでこちらのブラックサンダー被った方はいますか。せーの、うわい。まあいないよね、いないかも。さあでは僕の第6人目はずっと買いたかったこちら、ミニカレーパン。いや買いたかったずっと。でどこにあるか一生わからなくて今日やっと見つけた。絶対チンしたらうまいパンコーナーにないねこれ。うわそうなの。そうパンコーナーなくても絶対チンしたらようやく手に入れましたカレーパン。好きな時に食べていいよ。あーやった。ということでこちらのミニカレーパンかぶった人はいますか。せーの、イエーイ。てかうまい、マジで買い物がちょっとカレーパン刺繍。おい今全刺繍。全刺繍、全刺繍か。でこ、じゃあ続いて俺かな。はい、じゃあ俺もちょっと一つだけお菓子があるのでそれだけ出しちゃおうかな。なんでしょうか、なんでしょうか。僕が買ったおやつはこちら、ダウン、ロカボナッツ。もうええわそれ。もうええやろ。もうええわ。低糖質低糖質カーブのロカボナッツ。ナッツっていいの。ナッツめっちゃいい。あの腹減った時に食うと、まあ、低糖質で消化がされにくいから腹持ちがちょっといいらしい。なるほどね。そうですね。すごいよね。でもここまで変わるってやっぱ筋トレって偉大だなって思う。偉大だよ筋トレって。人変えるからね、マジで。俺だってもうあれアブローラーできるようになったのが1回だけ。コロ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 足広げてやけど腹筋のやつね。腹筋そう、すごいよマジで。俺の時なんかやらへんのこれ。もういいかも。もういいかも。続いてひろと。はい、僕はボラやな。やっぱこちら7割サラシナそば。そばそばと7割ちょうどええ。10割じゃないや、7割そばね。これ初めて。なんで買ったのそば。いや7割って書いてある。はい、かぶってる人いるかの。せーの、さすがにね。
これは被らんわ。被らんな、これは。じゃあ、ガチ山かな。はい、いきます。せーの、せーで、ドーン、ガムテープ。これね、最近俺誕生日だったじゃないですか。結構視聴者の方からプレゼントが家に届きまして、ダン、はい、ボールめちゃめちゃあるんよ、うん、でそういうのをまとめたりするときと、あとはエスポでたまに使うかなと思って、アルファードに積んどく用でちょっと多めのやつ買ってきました。ちょびっとカメラ固定したね。そう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 。ということで、こちらのガムテープかぶったやつありますか。せーの、はい、いません。こっからもかぶらんのかな。かぶんなそう。そうなの。じゃあ、もっちゃん。はい、僕が買ってきたのはこちらです。ドーン、スルメスティック。え、これ笑うやつ。いや、お前もう食い回すからいいやつ。いやな、俺こんな男になりたくないもんな。すごいな、お前。でもマジでなんかもっちゃん見ると頑張れんねん、俺。マジで。え、お前食い物だけ今。あ、食い物、あ、スイッチだけ。でもこういうのが家にあったらたまったもんや、あれ。あ、これかぶってる人いません。いません、いません。じゃあ次、第7。7周目かな。7周目いきたいと思います。では7周目、僕が買ったのはこちら、いちごミルクの素。うまそう、これ。何これ、めちゃめちゃうまそう。牛乳と混ぜるやつだ。え、何それ。牛乳2でいちごミルク1入れたらいちごミルクが飲めるらしい。ビクドンのいちごミルクが一番世界一美味しいと思ってます。すごい、それを飲みたくて買いました。これマジ多分うまそう。え、マジうまそうっしょ。だから俺ほんまに買い物上手だと思うわ。、うん、この新商品を追加していく。これちゃんと果肉とかも全部入ってる。しかもこれフォントがまたいい。フォントええな。え、マジビクドンのやつ作れそう。いや、やろ。でも牛乳大事やね。牛乳大事、ちゃんと美味しい。いい牛乳買う。果肉をたっぷり感じる懐かしのいちごミルクやった。一番レベル気になる。ということで、こちらのいちごミルクの素、買った人いますか。せーの、よし。これは奪われたくなかった、マジで。これマジツイート頼む。ツイート必須。いや、分かった、みんなのために、うん、リスナーのためにもやるわ。続いて、ハン君。はい、じゃあ僕行きたいと思います。僕が買った商品、こいつだ。どう、胸肉。桜鳥胸肉。これ何キロ。これ冷凍しなきゃな。それ冷凍必須やな。あ、3日後賞味期限。でも冷凍すればできるよ、全然。だからこれを鶏そぼろにして。これはコストコランキング3位ですからね、これ。この胸肉。そう。とあとさっきのブロッコリーと弁当も取るってある。じゃあ俺の分も作ってくれない。え、これでいいの。うん、いいよ。言ったね、これぐらい。みんなの弁当担当やる。みんなのって何。何、え、俺も欲しい。いや、欲しい。いや、だからそれ筋トレ頑張ってるやつにやるけど、頑張ってないやつなんで俺が協力せなあかんの。じゃあ頑張るから。頑張ってから言って。じゃあ頑張ってないと思ったら作ったから。お母さんかよ、ね。それではこちらコストコの胸肉、かぶった人はいますか。せーの、はい、ありがとうございます。はい、これもカートに入れるか迷ってました。そう、だからこれ買ってない時点で作る気なくす、お前らの分。でもマジで迷ってた。これはいいよね。よし、では次、ひろと。はい、僕はこちら、チヂミー。チヂミね。こいつ、今回ワンドゥじゃないんや。ワンドゥじゃない。ワンドゥまだ家にいっぱいあるから。ああ、そうです。今回はチヂミにしました。なんか感覚染まってんな。ちょっと染まってるね、うん、てか、やっぱその嫁がこういうの買ってくるから、うん、うまさを知った。やっぱちょっと嫁志向になってきてるの、買うのが。なってるな。韓国っぽいね。うん、男じゃない。うっそ。さっきから買ってるのが。ええのか、チヂミぐらい。うまそう、これ。うまそうやろ。海鮮ニラチヂミ多いな。これ後でサブで食べよう。そうやな。え、いいけど別に。むしろ食いたい。さあ、こちらのチヂミかぶった人はいますか。No! せーナイスショッピン。じゃあ次、ガチ山。はい、次ちょっと王道いきます。はい、お、じゃあカモン。ドーン、カシミヤのティッシュ。あ、王道かそれ。いや、っていうか、普通のクリネックスのティッシュがなくてこれを買ってきたんだけど、これ意外と安かったんだ。なるほどね。なるほどね。ティッシュはあっただけいいから家に。そうね、はい、たくさんだけ。何やにゃーん。これは買った人は、せーの、せーで、うまいないでしょうね。イエーイ。さあ、残り少なくなってきましたが、今袋。いやー、続いてこちらです。食べてません。食いもやろ、どうせ。ドーン、七味なめだけ。めちゃくちゃうまそう。うまそうやろ。もう俺、唯一もパクって取って、もう衝動で入れてしまった。しかもお前これ、イチゴミルクと同じ会社じゃん。同じ、ほんと確かに同じだ。あ、同じ会社だ。はい、没収でーす。なんで持ってかれんの。これを買ってきた人はいますでしょうか。 No。 ええー、買ってんのかよ。え、どっち。うわー、持ってかれた。マジ。わー、唯一俺ご飯と一緒に食べる。だるい。
ランド行ってるやん、いちごミルク。俺今日の晩飯これ想像してたし。やられた。いちごと同じ銘柄じゃねって言ってる時のケイスケの顔見たい。悲しそうなんだろう。やったわみたいな顔してたから。いや俺発表された時リアクション抑えた。危なかった。いいぞ。ボッシュです。ボッシュだ。めっちゃボッシュまみれや。多いって。いいな。かぶったもんもらえるってめっちゃよくない。だからもう2個ずつもらえるっていう。俺もう3つもパクられてるからね。ほんまや。なめたけ結構なえるな。結構なえるな。あれなえるな。しかもあの量がいいねんな。ということでここで島袋は3品かぶってしまったので、こちらの商品紹介10品商品紹介するので、島袋はここでリタイアになります。はい、リタイアしてもう何もなしし、ないや、これらが被ったやつがあったらそれだし。一応 あ、いいぞいいぞ。飲まれ邪魔者。いいよ、俺人の犠牲のためならキングボンビーになってやるよ。でも続いて8品目なんで、ガチヤマトヒロトもこれラストですね。はいはい、はい、では、参ります。続いて僕が買った商品はこちらです。ようやく買いました。ちょっとこのコップ、これマジ使えんねんな。じゃあこれ前までなかったよ、俺らが言ってるところ。うん、ようやく追加されてた。洗わなくていいこのコップを。買いました。ナイス。かぶってませんよね。はいはいはい、はい、よし。続いてはハック。続いていきたいと思います。かぶってそうなんですけど、いいですか。せーの、ズドーン。ノリアの歯磨き粉。これめちゃくちゃいいんだ。歯ブラシか。俺も前回のコストコで買って今使ってる。歯磨き粉ランキング上位やね。そうや、そうそうそう、シュミテクトと並んでる。俺はこっちの方が好き、味が。こちらかぶってる人いますか。せーの、すいません。あざっす、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 あざっす。できる。続いて僕です。はい、僕が買ってきたのはこちら、オムロン体重計。おお、うんこみたいな。お前うんこついてる。これ待って、食べて、食べるか。どこのお前かけらやねん、これお前。これは、家にあるんだけど、体重計。聞く準備しろよお前ら。意見に言って。なんかちょっとカレーみたいな匂いがしき、カレーするような気がする。ちょっと嗅いでみてくれへん。無理。そんな強い匂い食べて。食べるかっつんだよ。汚すぎる。バカかよ。ザッキーパラパラ。いやいやいや、いけるよ。オムロの体重計ね。はい、これは最近家の体重計のなんか裏の部分が剥がれちゃったんだ。あ、で、ちゃんと測れないんや。だから買いました。こちら。いません、いません。やらせろよ。それが楽しいんだ。わかったね。こちらのオムロの体重計かぶってる方いますか。せーの、いません。やったー、ゲットー、ゲットー。おめでとうございます。ありがとう。じゃあ僕ラストの商品を。はい、いきます。こちらです。ドン。おしゃれな花、ケイケイ。キレイキレイね。うん、なんて言った今。お尻の穴キレイキレイ。それもそうだからな。うん、いやまあじゃあハンドソープやねんけど。いや俺さ、キレイキレイのハンドソープ一番匂い好きなんだよ。わかる、わかる、わかる。俺も最近書いてん。あぶね、これ買ってたら結構な嫌だったな。嫌だったな。え、じゃあ大丈夫ですかね。大丈夫。これはいませんか。はい、はい、大丈夫です。大丈夫です。お尻の穴キレイキレイします。じゃあ島袋とガチヤマこれで終わりなんで、残りは俺とハンク、俺もあと1個ある、俺とハンクとヒロトでいきたいと思います。ただもしフラベで買ってるものがあってかぶったなら出してください。はい、はい、ということで続いて9週目ラストですね。ここで、では僕が最後に商品紹介するものはこちら、キューピーバラエティーボックス、あえるだけパスタソース。いやー、それリピアン。カルボナーラ、トマトクリーム、キノコバター醤油。いや、これ変わってて、中身変わってる。それ今回カルボナーラとカニのトマトクリームに惹かれて買いました。はーい。これはもうパスタ茹でてこっち温めるのにかけるだけやから、もうマジで楽で、俺が買ったあのパスタボックス、大量に入ってるやつまだまだ余ってるんで、あれと合わせれば夜中の2時に食べるパスタの完成です。ありがとうございました。はい、こちらのバラエティボックスかぶった人はせーの、ありがとうございました。はい、ナイスショッピング。ナイスショ、ナイスショ。さあ、ではハンク、これね、ちょっとヒロトが危険なんです。え、あれは韓国行きましたもん。くっ、なんでこれ行きました。せーの、ドン。チャンジャ。チャンジャね。はい、タパークシェツ。これはどうして。これはタンパク質が豊富。あ、タンパク質のみ。そう、あとキムチじゃんこれって、はいはい、めっちゃ体にいいよこれと納豆。マジで体にいい。最高だね。韓国高級珍味。チャンジャって何なの。タコ。あ、
タコだ。知らないよ。イカラ、パラの犬子だ。そうだよ。タコだと思って食ってた。かぶってるか。かぶってない。はい。No, thank you。ということで、ハン君もじゃんじゃん死守。はい。じゃあラストヒロト、はい、はもうアンパイってことですよね、一応持ってきなさい。はい、王道のやつ。めちゃめちゃ危険。これは誰でも買うな。いつもエスポーズ出てくるもん、これガチヤマは絶対買ってるよ。絶対買ってんだよね。まあね、プラベで買ったものが被ってればウォッシュになります。マジ買うの。もうなくなった、トイレットペーパー。キッチンペーパーね。あ、キッチン、あ、これ、これ違う、これトイレットペーパーで。でもったー。あ、ほやな。そんなことあんの？間違えんの？え、このトイレ？これトイレ、このようなトイレ。うわぁ。奥さんに言われた？そう、買っていいです。これだけ唯一言われてた。うわ、キッチンペーパー買って。なんでさ、なんでそれ大事なの？ここだけさ、買えないの？しかも俺らが今まで何回も紹介してんのに、これ。そうやな。ということで、これにて被ったら即没収、コストコショッピング終了になります。さあ、じゃあ没収されたらまとめると、ハン君が俺とヒロトのバナナで、俺がもっちゃんとかぶったナメタケ、ガチヤマともっちゃんがタケノコのサッドとじゃがりこ、合計1,2,3,4品没収されました。10分の1。はい、あれは本当に裏方に行きます。で、もらってちょうど嬉しいぐらいの。ああ、まあそうだな。ありがとうございます。バナナも朝食いや。また新たな企画が思いましたが、ショッピング系で何かこういういいお店があったら皆さんも教えてください。ということで、今回はかぶったら即没収コストコショッピングでした。はい、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。時代を変えるためにマッションやがよう、12345動画再生数急上昇、難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。